我们来到山口县，这里是明治维新策源地。对于我们来说，在时空倒置，还有在这个时间穿梭的过程当中，我们来了解日本。我觉得山口县对于我们来说，它在空间上面拓展的比较大一点，比如说它的河流、它的山川，还有包括它的现代文明的铁路，都给我们带来很多思考那个时代的这种关键的地方。我觉得在这次采访当中，让我们可以看到很多的元素，这些元素是我们了解日本的一个基础，也是我们在日本所在的理由。やっぱり関門海峡のすぐそばにありましてね、でここで海を見ながらのこのフグ料理を召し上がったのがすごくちょっと最近有名になりましたね、紅葉時期も寒い雪の降る日も、もう要するにこの関門海峡は変わらないので、フグはその時期寒い時期にやっぱり、召し上がるのが一番おいしいと思いますよ。ここには明治維新大動の日という大きい日が立ってますけれど、これはですね、1868年9月8日をもってですね、明治というふうに元号が改められました。それを記念して建てられたものなんですね。殿様が人を育てるのは学問であるとこういうことは根本にあったわけですね。だから百姓町人といえどもですね、少しでも暇ができたら寺子屋であるとか塾とかそういったところに行って勉強をしよったわけです。でとにかく学問が人間を育てるんだ。作为一个铁道迷呢，就是今天搭乘的这一辆车其实是一个梦想一样的存在。它在铁道迷心中呢有一个外号叫做贵妇人。这样的列车呢，因为历史比较悠久，所以能够唤回人对于昭和时代的一种乡愁一样的感情。另外就是因为我们现在高铁呀、新干线啊，我们都生活在一个时速300公里的世界，但这辆列车呢它时速只有30公里，它象征着一种慢生活，其实是现代人对于一种慢生活回归的一种向往吧。地元に残ってる理由は、自然が好きなっていうこともありますし、時間がゆっくり流れてるので自分の好きなように生きれるかなと思って残ってます。勤めてて楽しいことはまだ未公開の部分とか開発されてない洞窟の部分をですねリアルタイムで知っていけるのですごく楽しいなっていうのはありますし、そうですね、悲しい部分といったら特にないんですけど、洞窟に夢中になりすぎて結婚相手がいないことぐらいですね昔は料理をすることはとても大変な労力がいりました。ですから一度にたくさん作って労力を少なくしようということと、それから一度にたくさんの人がご飯を食べることができる、何人来られても対応できるというふうに考えから作られたと思います。
私が思うのは山口県の人というのは人情に厚くその国のためを思う気持ちが人一倍強かったのではないかと思います。在日本的在是我们的认知态度，在日本的在也是我们追求的一个目标，只有在日本我们才能够了解这个国家，同时也能了解我们自己。